はいどうもリゼーです。今回は青年期前半のラスボスジャミ戦の前座である2体の中ボスオークレベル20とキメラレベル35を倒していこうと思います。オークの方は前回戦ったカンダタよりも HP も攻撃力も低いので、まあ多分ご両親で勝つことができます。まあ、カンダタと違ってマヌーサは効かないんですけれども、サイモンとかの耐久力のあるモンスターだったら一発は耐えることはできると思うので、まあ多分あんまり対策とか考えなくてもなんとか勝つことはできると思います。問題はキメーラの方。キメーラは1から2回行動で通常攻撃に加えて火炎、ベギラマ、ヒャダルクを使ってくる。とにかく全体攻撃が辛いんですよね。全体攻撃に耐性のあるガンドフなどの、モンスターをうまく組み込んで戦っていこうかなって思います。今回は新メンバーはいません。早速2体のボスを倒していきましょう。よし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 。やっと到着だ。だんだんと、普通にダンジョンのまず一番奥に行くのが辛いっていう。まあ、オークの方は、多分何とでもなると思うんで。まあ、適当にね。うん、ファイト一発入れて、ルカナ入れて殴り切れれば勝てるんじゃないかなと思います。しかしこれじゃこの俺様を倒さぬと進めぬぞ。残念だったな。まあ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 。あっさり突破させてもらえますか、じゃあ。ファイト入れて、殴ればいいかな。いるかな。37とかな。効かない？ 1 割ぐらいだもんなるかな。登録率。効かないか。言うてしょうがないな。ホイミー、攻撃、もう一回いるかな。一回だけでも入れてほしいな。だーいなに。やばい、自覚が感じられないクックルくんの。まあ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 、でも。まあでも100近く入ってるから一発。押し切れるんじゃないかな。うわぁ、やることなくなった。クルくん、何する？ま、クックルくんは正味倒れてもいいから、サイモンあたり倒れた時用に高校世界中の歯を置いとけばいいかな。あとはこれ押せばまあ。クックルくん倒れるのは別に。押し切る押し切る。全然。耐えるんだ。ないな。こいつは、なんてのもないっしょって思ってたんで。この俺様がやられるとは。まあまあ、弱くはないんだろうけど、まあ、神田田さんの後に出てくると見劣りするね、君は。ほんで、まあ次は、まあ、キメーラなんだけど、まあ、ちょっとね、キメーラ戦は、ちょっとメンバー変えたり、なんなりする必要があるので、まあ、一回戻って、もう一回、振る必要があるな。もう一回登るのか。しょうがないな。よし。ほんじゃ一回戻って。もう一回パーティー組んだりし直してから、キメラやっていこうと思います。よし。到着。ああ、長かった。よし。キメラ戦う前に、まあ、軽くパーティーの解説とか。していこうと思うんですけど、パーティーは、ミステル、ガンドフ、ピエール、クックルの4体。まあ、採用理由というか、役割なんですけど、ミステルは、氷、ヒャド系には耐性がないんですけど、ギラと炎を一応、5分の4、少しカットすることができて、さらに水の羽衣で、25ダメージ軽減することができる。そして、HP が高くて、あと、マヌーサ、そう、カンダタ戦でも活躍したんだけど、マヌーサ使えるんで、そのマヌーサはキメーラにも有効なので、まあ、その物理攻撃を、ワンチャンカットできるように、マヌーサ。使えるミステルの採用。
耐久力とマヌーサという役割で採用ですね、ミステルは。まあ、基本的には、まあ、補助。こいつ自身は殴るんじゃなくて、倒れたメンバーに世界中の扱ったり、薬草で回復したり、とマヌーサ入れたりっていうのが仕事。で、ガンドフは、ギラ、炎を、5分の4。少しカットできて、さらにシャドウを3分の1と、かなりダメージを軽減することができて、さらに水の羽衣と鉄の盾で、炎を、のダメージをさらに減らせると。だけど、多分、ほぼ、まあ、無効かゼロに近いかぐらいのダメージにできるので、まあ多分、かなり見た目以上の耐久力があるんじゃないかなと思います。基本的に役割は、まあ、グリーンガムの無知のこの高い攻撃力で殴っていくこと。うん。で、ピエールも同じような感じ。で、耐久力の高さ。で、あとはメタル剣を剣で殴っていく。ピエールは、氷には耐性がないんですけど、炎系を3分の1ダメージまでカットできて、さらにそこからこのドラゴンベルト、封じの盾で、封じの盾は書いてないんですけど、炎と吹雪を、マイナス10する効果があって、ドラゴンベルト封じの盾合わせることで、多分、火炎とベギラマのダメージ両方とも、ピエールはゼロに抑えられるんじゃないかなって。実際、ダメージ食らうのが、打撃か、ヒャダルコだけになるので、ピエールは。そのヒャダルコを、どうするかというと、天空の盾。天空の盾は、戦いの時道具としても使えるって書いてあるんですけども、道具として使うと、魔法カンタの効果があります。なので、ピエールは魔法、天空の盾を使うことで、魔法カンタを貼ることで、まあ、打撃以外すべて、無効、または反射、できるんじゃないかなと思ってます。というわけで、ピエールも採用。で、クックル君は、あ、いつも通りですね。ルカナンを入れて散る。以上。で、使ってる種は、賢さ20になるようにしたのと、クックル君に1個だけ不思議な木の実を使って、ルカナンが2回使えるようにした。って感じですかね。まあ、賞味。まだ一戦も戦わずに、ちょっと、頭の中で考えただけのパーティーメンバーとかなんで。まあでも、やってけば勝てるんじゃないかな。さて、長々とちょっと説明しましたが、早速やっていこうかなと思います。うまそうなやつがやってきた。さっきの女もうまそうだった。あの女はジャミ様に捕らえてしまったからなって。フローラさんがね、ジャミさんに今捕らわれていると。仮にお前食ってやろうって。よし。なんとか、勝ちたい。ヒメラレベル30をやっていきましょう。何から使うべきかな。まあ、打撃機体でマヌーサを入れておくに越したことはない。うん。火炎が連発されるとかなりきついかな。結構ゴリゴリミステルは、素の耐性が高くないから削られちゃうから。んで、ファイト。ピエールはファイトより先に、天空盾貼って、クックル君はルカナ。1ターン目に、キャダルコが来るとピエールが危ういから、なんとか他のことしてほしいところ。火炎。どんなもん ?9、12、0、51。クックル君はね、ルカナ入れることできなかった。しょうがない、これは。まあ、マヌーサは入ったね。で、天空盾も貼れた。前の3体が結構ダメージ抑えられるから、マヌーサも入ってるし、ファイト、ピエル、攻撃、火炎、それは全然通らない。全然通らないと言ってもやっぱ、ミステルとガンドフはちょこちょこ削れていくな。言うて1ターンに100以上は与えられている。薬草、ガンドフ、攻撃。打撃当たるけど危ねえ。耐えた。怖いなぁ。薬草攻撃に。当たる。火炎、待って。火炎、ピエール打撃良かった。ガンドフあたりに打撃流れていて、今もう一人倒れていましたね。っていうかなんかヒャダルコしてこないんだけど。なんか魔法使ってこないな。なんでだろう。あ、いっか。そう、攻撃。ミステル、ミス。オッケー。マヌサ入ってるね。いい感じ。さてと、マヌサが溶けて、ガンドフがちょっと危ういか。
ガンドフ一番後ろに下げといて、マヌーサ園長を、ピエールはそろそろ多分天空の盾切れるから、天空の盾。ガンドフは自分にベホイミ。ここで、2から1使えるベホイミが生きてくる。マヌーサも入った。ガンドフ耐えて、こいつ誰？いけ！あー、マジか。マヌーサの確率塗った後に3番目攻撃か。ちょっと美味しくないな。ミステルはまだ倒れないな。打撃が来たら危ういけど。葉っぱだな。葉っぱガンドフ攻撃。ミス、オッケー、偉い。ちょいっと。言うて、だいぶ削れてるはずだから、体力800しかないはずだから、ぼちぼち押し切れるんじゃないか。投げちゃうか。火炎。はい、左。オッケー。ミス、ナイス。マネス取ってたね。オッケー、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 オッケー。なんとかなった。よし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 。なんとか、まだ火炎とか、ダメージの、その、元々の火炎の域はダメージ高いって言っても40から60とかだから、は、耐性の割合軽減と、その防具のマイナス10とかで、なんとか、なるな。無効とか、ほぼ0まで抑えられるから。オッケー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 。とりあえずなんとかなったな。よかったよかった。敵もっとぐだるかなと思ったけど。なんとかなったな。オッケーオッケーオッケー。まあまあまあ、なんとか。この、前座のね、2体は、倒すことできましたね。まあ、次回は、千日前半ラスボス。あそこにいるね。まあ、白馬の王子さんもちょっと、倒していこうと思うので。いやー、強いんだよな、こいつ多分。まあ、またね、作戦練って、なんとか、倒せるように頑張っていこうと思います。それでは、今回はこの辺で終わりたいと思います。ここまで見てくれてありがとうございました。失礼します。